どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日は皆さんに誰でもできる簡単な分かりやすい占い紹介したいなと思います。マントラって言うんですよ。マントラ占いっても言うんですけど、この占いっていうのが高野山の味噌の前田和恵さんっていう方の占いなんですよね。まあ日本のものの占いなんですよ。本当に書き方も分かりやすいですし、覚え方もこの動画を見てね、なるほどなって思う方もいるとは思うんですけど、ちょっと今日はマントラ、こちらを紹介させていただこうと思います。どうすればいいのっていうと、まず井戸の井って書いてください。でそれで9マスできるわけじゃないですか。左下から上がっていくように 1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていう数字を左下から上っていくように書いていくんです。9番まで書いてもらって、そっから何をするかっていうと、自分の生年月日、これをそのマスに入れてほしいんですよ。で僕の場合は1985年12月20日なので、1のマスには1が2つ、2のマスには2が2つ、あとは5、8、9みたいな感じになるんですけど、この1番から9番によって意味があるんですよね。1マスずつ。それを今日は紹介させていただきます。まず1の部屋にはどんな意味があるのっていうと、こちら、言語能力がある。2番、好き嫌いを表情に出す。3番、対人関係をそつなくこなす。4番、器用取り越し苦労、母親に左右される。5番、情けや心がある。6番、こだわり集中力、父親に左右される。7番、仏縁信仰心、家を継ぐ。8番、財運がありお金に困らない。9番、頭脳、考えだけに陥りがちっていうのが9番で、これ人によっては僕みたいに1のところには2つ入ってますとか、3のところに2つ入ってますとか、5には僕は3つありますとか、いる方いると思うんですけど、またこれが今度また意味合いも変わってくるんですよ。まず1が2つ、これ僕ですね。1が2つの場合は、おしゃべり、おわ、黙る、極端っていう感じですかね。今度2が2つ。表情に出る。出ますね。すごい苦手な人だと出ちゃいますね。じゃあ今度、3が2つ。友人が多い。4が2つ。手先器用。超神経質。5が2つ。2つの心を持つ。なので、裏表みたいな感じですかね。2つの心っていうのは。極端に出るっていう感じなんでしょうね。6が2つ。非常にこだわる集中力、大の嫉妬心、嫉妬深いとかね。7が2つ、仏が2つ、生みの親と育ての親、義父母の面倒を見る。8が2つ、財運があるが必要以上に出る。9が2つ、頭脳明晰っていう感じなんですよね。またちょっとね、意味合いが変わってくるんですよ。なんか両極端になったりとかね、するんですよ。で今度同じところに3つ入る方、これを紹介したいと思います。1が3つ、非常に喋る。2が3つ、極端、好き嫌いが本当に極端なんでしょうね。食べないものは食べないとか、嫌いなものは嫌いとか、そういう感じでしょうね。3が3つ、対人関係でトラブル、もしくは全くなし。で4が3つ、器用すぎ、神経質でない。5番、心の異常を訴えやすい。おは全くなし、心の診断に欠ける。じゃあ6が3つ、非常なこだわり、束縛心。おは全くない、こだわりなく集中力に欠ける。7が3つ、熱心な信仰心、霊感がある、
もしくは全くない仏縁にかける8が3つ人の面倒で財を使うもしくは全くない財運にかけるお金が入っても結局なくなる9が3つ抜群の頭脳だけどノイローゼになりやすいっていうのが1番から9番のそれぞれの意味合いこれがマントラっていうんですよねこれね実際にやってみてね面白いなじゃないですけどこういう占いもあるんだなと思って今日は皆さんにマントラを紹介させていただきましたその前田和恵さんの本とかも売ってあるのでちょっとね知りたい方はもっと興味深いというか細かく見ていけるんですよねマントラってっていうことで今日はざっくりとメイン紹介させていただきましたありがとうございます。